預言者様。はい、どうもこんにちは、ササソです。では続きからやってまいります。前回、この辺の敵をボロボロ倒して、ハンターも倒してっていうところで終わりました。で、仲間がいなくなっちゃったんですよね、毎度のことながら。だいたいソードとかにやられてしまう。この武器じゃやだな。今なんかすごい赤い反応があったような気がしたんだけどな。あるよね。そうだよね。どこにもいない。ちょっと待って、出てきた？誰か出てきたね。お、こっちの方がカービンあるじゃないか。さて、出てきたっぽいんですが、おいおいおい、よいしょ。これで少し騒ぎになってくれるかな。なってくんねえの？あ、なってくれた。よっしゃ。おっと、上からも出てきたかい。それは想定外ですな。まあ地形的にはシンメトリーであることを考えると、出てきて危険が迫ってる。おかしくないですが。おう、ちょっと待ってくれ。すごい勢いだぜ、みんな。なんか今誰か死ななかった、向こう側で。お、やばい。ニードライク？おっと、全然弾がないじゃないか。いや、ビームライフルかな。うわ、強いよあんた。で、エリート残ってねえかな、もしかして。今の感じだと。あ、死んでる。味方に殺されたかな。なんかそんな感じしますよね。わあ、あ、グレネードがなかった。グレネードがなかった。あら、しぶとい、しぶといとか、立ちこまか。びっくり。こいつらの場合ニードラーがな、あんまり効かねえからな。うん、おお、連射能力のあるやつで。うお、やりおったこいつ。最後に死に際にやってくれるぜ。ちょっと武器変える？遠距離攻撃ができるやつがいいな。できないことはないんですけどね、これでも。ただブレるんでね。お、あれは残ってるんじゃないか、弾。探索途上で遭遇した者たちの多くは我々の同盟に加わった。魂を解放する活動の一端を担うために、奉仕を捧げる者には救済が訪れよう。だが中には人類のように我々の道を阻む者も現れた。聖なる地への巡礼を妨害し、神々の遺跡を破壊する愚か者たちだ。冒涜の報いを受けよ。最後の一人までこの宇宙から抹殺するのだ。すごいこと言ってんな。本当に宗教って感じですね。なんか宗教っつっても、まあ宗教にもいろいろありますからね。一概に宗教って一括りにするのは良くないですね。
狂信的なっていうんですか、宗教っていうとちょっと語弊があるので、うん、出てきてくんない、ちょっと進もうか、出てきた、おう、この辺は何も落ちてないのかい、こっち水が張っちゃってて、もう全員 OK？ こっちはなんか声が聞こえるよ、お、どうやら向こうは気づいたらしいけどこっちは全然気づかないんですけど、うわー、うわびっくりした、びっくりした、ソードマン、いやこっちだ、いた、あれこれだよね、いた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 、おお、ちょっ と飛びすぎだって、重力おかしいよ、重力違うか、力学？なんか難しい言葉使うのやめよう。合ってるかどうかわかんないし。さて、チェックポイント通過しましたし、今回はここで区切りたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼いたします。